浮いてきているものと、このように、米作りをやっていた時にこういう作業をねやっていたんですよ。おはようございます、深山です。今日はあの食料備蓄に関して対策をねちょっとやっていきたいと思います。何をするのかというと、お米作りね、あの稲作をやっていきたいと思います。初めてのチャレンジになりますので、今回ね、しっかりと入念に準備をしてですね、米作りに、進めていきたいなっていうふうに思ってます。まあ見ての通り、もうあのこのテーブルの上に米作りをするための材料は揃ってますので、まあ全部ねこの後ご紹介とかしていきながら、米作りってどういうふうに作っていくんだろうっていうのを僕なりにちょっとね勉強した中で、初めてですからね、ね、やっていきたいと思います。で、米作りをやろうかなと思ったきっかけは、やっぱり食料備蓄を目的として、行っていこうかなっていうふうには考えてます。で、まあ、今本当にこう資材の価格の高騰とかねあって、だいぶね自分なりに自分たちで食べる分だけの量はどうにかできるのであれば、まあ、自分たちでね作ってお米をね、作ったりだとか、やっていこうかなと思ってます。で、まあ、今回作るのは種もみを用意したのはもち米ですね。もちを用意してます。なかなか手に入らなくて、これがね、まあ僕この周り農家さんねたくさんいて、お米もたくさん作ってるんで、まあ一声かければ種もみとかねもらえたんかなっていうね、まあ譲っていただけたのかなっていうふうには思うんですけど、まあ、僕はねちょっともち米を作りたくてねいろいろ探していました。で、なんでもち米をね、探していたのかというとね、これにはねちょっときっかけがありまして、まあ少しこう説明していくと、お米作りね、稲作っていうのは2つのタイプの栽培方法があって、一つはまあ皆さんご承知の通り水田、水稲ですね、水稲、ね、水稲栽培、ね、でもう一つあるのが陸稲栽培、通称オカボって言われてるね栽培方法です。で、こちらの方は畑でもできる栽培方法になります。水稲栽培は田んぼですよね、水を張って、稲を育ててっていう、で稲穂になって最後収穫してっていうね、まあ、そういうやり方のものと、もう一つはだからおかぼって言われてる陸稲栽培で、今回僕が挑戦したかったのはその陸稲栽培のおかぼにちょっとね挑戦したいなと思って、今年ね初めてそれをやっていきたいなっていうふうに思って、その種もみを探してたんです。種もみをで、まあ、品種としてはうるち米と餅米ね、この2つがあるんですけど、おかぼっていうところで、まあおかぼ栽培ね陸稲栽培をするときにはもち米の方が非常にこう味がいいと、ね、逆にうるち米だと、まあ、味は落ちるとかっていう噂もあったので、まあもち米をねちょっとね作っていきたいなと思います。で、僕はここでこちらに今回用意したのは山口県産の、種もみを、見つけました、ね、ようやく見つけて、なかなか本当手に入らなくてですね、なかなかこう見つからなかったんですけど、ようやく手に入って、おとといですか来ました、ようやく届きました。5キロ、お願いしたんですけど、多分これね5キロ以上入ってます。だいぶ入ってますね。だいぶサービスをしてくれたのかなと思います。まあ、山口県というとね最近なんかこうネットでもこう噂になっている場所だとは思うんですけど、まあ多分ね場所がね阿東市っていうところですね。僕はちょっと山口県の方とかは行ったことないのでわからないんですけど、まあ、だいぶ山奥でなんか自然栽培なのか、これは堆肥栽培って言ったかな、やられてる方ね、個人でやられてる方から
まあ、譲っていただいたっていう、ね、あのことで仕入れることができました、ね。でまあ、先ほど言ったようにまあ、今回オカボ栽培をねやっていくにあたって畑の方堆肥を入れてます。でオカボを作っていくには堆肥の栽培がまあ一番こうメジャーだとかっていうことで茨城県とかね栃木県とかそちらの方でよく今もオカボ栽培ということでお米をね作られてるようです。まあ、一般的には水稲栽培ね水田で、お米を作ってるのが、まあ、一般的なのかなって思うんですけど、まあ、今もねそのおかぼ栽培というのは農家さんの中でも非常にその地域によって作られる作り方が変わっているのかなっていうふうには思います。ね、で今回僕は自分でこの種もみを使って、実際にお米作りに今年は挑戦していきたいなっていうふうに思ってます、ね。では早速ですが作り方っていうかね手順があります。お米ってただ種もみを、植えれば出てきてお米のね苗が出てきていいお米がなるのかっていうと実はそうではなくて育苗をするためにいくつかの工程を踏まなければいけないと3つの工程をね踏まないとお米というのは育苗までには持っていけません。その3つっていうのは1つは塩水選別塩水選俗に塩水選って言われている、種もみの選別をします。いい種もみなのか悪い種もみなのか、ね、要は種もみの中にしっかりとした種があるのかないのかっていうのを選別するのが塩水選というね選別をしていく。でそこで使うのがお水ね。なので必然的にバケツとかも用意してます。でそれとお塩ね、これを用意してます。塩水につけて、まあ、ある程度その 1.08 っていうもち米のその塩水選別の濃度があるんですけどその濃度で種もみがバケツの下に落ちたら、ね、これはいい種もみになります、ね、しっかりと実が締まっていていい苗になってくれる、種もみです。逆に上に浮いてきたものは中がスカスカなので、いい種もみではない。でそういう選別をまず育苗の前に一つ行います。これが第一工程です。で第二工程が、種消毒になります。でこの種消毒っていうのが、いくつかのやり方があって、まず一つは温湯消毒、ね、まあ温湯消毒っていうのはお湯でまあ消毒をしていくと、ね、硫黄消毒って言ってもいいと思います。ただ種もみなので、まあ皆さんが知っているようなこういう機材をね煮沸消毒っていうね100度のお湯でグツ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 10分間とかね煮沸消毒するとかそういう消毒をすると、まあ、種もみ自体が使い物になれなくなってしまうのでその温湯消毒には60度の、温度が必要ということになります。で60度で10分から20分程度の硫黄消毒ですよね、まあ、そういったことをしてあげることによって種もみの中についている雑菌ね病害虫、ね、そういったものを殺菌する目的で行っている、ね、でもう一つが薬剤消毒、ね、この種消毒の中では先ほど言った硫黄消毒温湯消毒と、薬剤消毒があります。もう一つね一つあるらしいんですけどこれはちょっとね業者さんじゃないとできないんでそっちは割愛しますけど二つ目のその薬剤消毒については、こういったね、スミチオン、ねまあ、皆さんがよく知っているシラミとかダニとかをね、取る、ね殺虫剤です、ね。そういったものを1000倍希釈、ね、1000倍に希釈をして、6時間から72時間種もみをつけて
菌していきます、ね、で僕はそちらの、方法を取ります、ね、なぜかというと、お米というのは結構密集して植えますよね。なので湿度が高くなったり育ってきた、稲同士の間の密度が狭いので湿度が必然的にできて病害虫が非常に発生しやすくなりやすくなると、ね、なのでもともとこの中に種もみの中にその病害虫がいるわけです。でそういったのを事前に消毒して殺菌しておく、ね、でそういったことをすることによって、いい苗が育つというふうになります。まあ、自然栽培でもいいんですけど自然栽培だと草の管理が必要になります。で僕は正直そこに時間が今かけることができません。マルチ栽培でね今回オカモにちょっと挑戦していきたいなっていうふうには思ってるんですけど、まあ、マルチ栽培とあと少しねマルチを敷かないで栽培っていうことをねやっていこうかなっていうのも思ってるんですけど、まあ、そのためにいい苗を育てて病害虫にね侵されづらくするために、行っていきます。でちなみに消毒種消毒をするのにはつけておくには1000倍の希釈濃度が適正な量だということで炭治療乳剤ですねこちらでしっかりと、業者さんの方からどのような処理をしたらいいのかっていうところを確認をしてます、ね。まあ、それにのっとってしっかりとした適正な消毒をして種を作っていきたいと思います、ね。まあ、そういったやり方の種消毒っていうのが、あります。でこれが2つ目で冒頭で言った3つありますって言った最後の3つ目でこれは浸水です。浸水浸水というのは、まあ、その名のごとく種もみをお水の中につけます、ね、じゃあどれぐらいつけたらいいんだろうっていうふうになると思うんですけどでこの浸水っていうのは何を目的にするのかというと芽出しを目的に行います。種もみの芽出しをします、俗に言う、これが種もみだとするとここから鳩胸みたいになってね少し芽がピョンって出た形それを目指してやっていきます。でこれ発芽スイッチっていう温度があるそうです、ね、でそれは100度、ね、種もみを、浸水して芽出しをさせるための基準温度というのは100度になっているそうです。でこの100度っていうのはじゃあ何100度って何っていうふうになると思うんですけど例えば今ここにお水を用意してあるんですけどだいたい12度から15度の間ぐらいになってます。12、13度ぐらいかな、ね、でこれを100度で割ります。でそうすると必然的に7日から8日ぐらいで合算した温度が100度に到達します。こういったことを、目安に浸水っていう作業を行っていきます。ですから12度、12、3度の温度の、お水につけていくのであれば7日から8日間を目安にお水に浸水をこの後していきますよっていうことが目安になります。で、そこから芽出しの確認をして初めて種まきに入れます。これが育苗する前の準備になります。でそういったことで今回ねそこまでの作業が今日できればいいなというふうには思ってるんですけど、まあ、そこら辺のところをねちょっとここの、材料をね見ながらやっていきたいと思います。ちなみにもうちょっとね話長くなってしまうんですけどこれを作るにあたって育苗するにもまたいくつかね工程を踏んでいかなければいけないんですけどまず育苗箱を消毒します、ね、こういったことをやっていきます。で育苗するにあたっても育苗の管理というのがあるそうなので、まあ、そちらの方も含めて水の管理だとかね苗の大きさどれぐらいまでにして定植にした方がいいのかとかねそういったのがあるようなのでまあ、そこら辺のところはね後々
これオカボを、ね、作っていくにあたって動画で配信をしていきたいと思います。では早速ですから材料の方を、ね、少しご紹介をしていきながら、先ほどのおさらいとして説明をしていきたいと思います。はい、ではね材料の方を紹介していきたいと思います。でこちらが今回使用する種もみです、ね、餅になります。宮田の餅って言ったかな、ね、もち米になります。山口県産の、これが後落ちか福かっていうのかな、間違ってたらすいません、ね、そんな形で、まあ、こんな形でね、入ってます。一応5キロ頼んだんですけど、多分これね7、8キロ、8キロ10キロ近く入ってるのかな、ね、それぐらい、10キロまではないと思いますけど、結構多めに入れてくれたと思います。でさらに今回ね使っていく材料をちょっとね紹介したいと思います。まず肘受けで、そしてこちらが油とかね取ったりするときに、油かすを取ったりするときに天かすかとか使ったりするときに使うもので、そして洗濯ネット、ね、でさらにスケールで、そしてお塩、ね、あとはザルと、あとは計量カップ、これは10リットルに対しての計量カップになります。殺虫剤としてスミチオン、ね、であとはバケツ、ね、こういったものを用意してます、ね、で第一工程というのは塩水選別を行っていきます。この塩水選別というのがこちらのお塩を使っていきます。でこのお塩が比重計、これを使って行っていくんですけど、1.08、ね、もち米は 1.08 で、うるち米の場合は1.2 ぐらいだったかな、うる覚えですいません。で、まあ、今回もち米を使うので 1.08 ということなんで、この10リットルのバケツ、これはダイソーで買ってきてます、ね、300円です、ね、でこれが10リットルのバケツになるので、まあ、この中に 100.08g、ね、入れれば、ほぼまあ、この比重計を使わなくても大丈夫かなというふうには思ってます、ね、でそのためにこのスケールハロー、ね、これを用意してます、ね、これで100.08、まあ、大体 100g ぐらいでいいと思うんですけど、それを、水と一緒に入れて希釈をして、塩分濃度を作っていきます、ね、で それからこの種もみを、中に入れて、ね、浮いた沈んだっていうね、で沈んだ種もみがいい種もみで、浮いてきた種もみは中がスカスカね、そういった種選別をねしていきます。なので俗称塩水選と言われているのは、なんか正確には塩水選別というふうにね呼んでるそうです、ね、で続いて第二工程として、薬剤消毒をしていきます。この薬剤消毒というのがこちらスミチオンを使っていくという形になるんですけど、でこれが10リットルの計量カップ、ね、こちらが10リットル水を入れたものに対して、この、10リットルの計量カップのこの1000倍というところですね。でこちらの方を、入れていきます。ですから必然的に10リットルに対して 10cc のスミチオンを入れて殺菌消毒、消毒をしていくという、ね、そういう流れになっていきます、ね、でこちらはどういうことをやっていくのかというと、こちらが、スミチオンを使うにあたっての、指標になります、ね、でこれが稲と書いてありますね。稲。あとは、育苗箱。ね。育苗箱があって、で、この消毒で、こう見ていくと、この病害虫、適応病害虫ね。害虫名とか、こう、いろいろ書いてあるんですけど、ここに希釈倍数ってあります。で、この希釈倍数を見ていくと、この6から72時間ね、浸透というのかな、これ。まあ、種をつけて消毒をしてくださいっていうね、この使用方法については書いてあるんですけど、これが1000倍というふうになってますんで、この1000倍の希釈で6から72時間、消毒をしていきます。大体一般的には24時間、つけておくのが、いいのかなっていうふうには、思います。いろんな方がね、こう言ってるんですけど、まあ72時間まではやってないですね。まあ大体24時間程度
でやってるのがほとんどのようなようですね。なので僕はもう今回初めてなので、24時間で6時間以上、72時間の間の24時間でつけていきたいと思います。でちなみにそれ以外の使い方とかっていうのも書いてあるんですけど、まあこういうところにね、300倍で25リットルとかっていうふうに書いてあるんですけど、これはもう散布する用ですからね。だから必然的に希釈濃度が高いとね。あとは空中散布とかっていうのもね、30倍とかっていうね。ですからよくね、畑とか田んぼで、農薬散布するときには窓を閉めてくださいって、何時から農薬を撒きますよ、空中散布しますよとかっていうのはかなり強い倍率になってますんで、まあ、こういったのがね見るとよくわかると思います。今回は1000倍で作ってやっていくという形になります。で続いて、その後に行っていくのが浸水作業ね。浸水作業をするにあたって、こちらのネットに種選別をした種、使う種を種もみをこのネットの中に入れてお水につけていくと。で目標到達温度が100度ということで、まあ今この水の温度が12、3度なので、まあ必然的に7日から8日、つけることによって積算されていく温度が100度に到達すると。でそして芽出しね、させていくっていうことを目的に浸水作業というこの3工程を育苗までの間にやっていくと。その後、その後というかね、その途中にまだやることがあります。で何をやるかというと、こちらで1000倍の希釈を作って種消毒をするというふうに説明したと思うんですけど、こちらに育苗箱があります。この育苗箱も消毒をしていった方がいいということなんで、育苗箱も必然的にね消毒をしてやっていきたいと思います。まあ、今回はねこの3工程までを今日というかね、この、10日ぐらいまでの間に全てをこの工程をやっていきたいと思うんですけど、でその後育苗するにあたってお米というのはお野菜と違って、酸度化している土の方がいいということで、フェニックスバイドっていうのを使います。ね、僕は専用のそのバイドを使ってやっていくようにしたいと思います。でそして育苗の管理っていうのを行っていくようにしたいと思ってますね。ちなみにその酸度というのが、まあ、大体ね、5から 5.5pH が、ね、それぐらいの pH 濃度の梅土を使って、専用の育苗梅土を使ってやっていきたいと思います。それがこちらですね、このフェニックス梅土、ね、この梅土を使って水筒育苗用梅土ゼオライト入り、なんかこれがね、いいらしいです。でこれ15体ぐらいちょっといただいたんで、これを使っていきたいと思います。でそういったことを先ほどの育苗箱ね、こちらで、ポット、ね、これは3号ポットになるんですけど、こちらの方に、梅土を入れて、まあ、大体5粒から、そうですね、5粒から7粒ぐらいですかね、1つあたり入れて育苗していきたいと思います、ね、でそういったことで育苗の管理を行って、で、苗が20センチぐらいって言ったかな、到達したら定植まで持っていけるっていうふうに言ってたかな、まあ、そこら辺のところはもう一回再度調べ直してになるんですけど、定植に持っていきたいと思います。で定植用の畑は今堆肥をベースにして、作ってます、ね。これはもうすでに2ヶ月ちょっと、畑の方を土作りを行っているので、もうすでに定植しても、まあ、問題ないレベルにはあるとは思ってます、ね。で今回堆肥を使って行いますけど、いくつかの、ね、パターンも試してみたいと思います。でその堆肥の成分の大元は今回もみ殻牛糞堆肥です。でもみ殻牛糞堆肥でやって、で先ほど の塩水洗とかね、種消毒だとか種選別だとか、そういったことを行って、どういったものが今年取れるか、ね、収穫できるかっていうところを見ながらですね、来年につなげていきたいと思うんですけど、まあ、収穫した後どういった作業が待ってるかっていうと、今度は、
稲刈りですね、稲をこうバサバサバサって切ってね、でその後に脱穀、ね、まあ、この状態に持っていくために脱穀をします、ね、脱穀機がないのでどうしようかなって今ちょっと考えてるんですけど、まあ、それまでにはどうにかしたいと思います。でこの状態、種もみの状態になったら、今度はこれをもみすり機に入れて、もみすりという作業工程があります。皆さんがよく知っている、このもみすりをすることによってもみ殻というのが出ます。でこのもみ殻は再利用もできるというふうになるものです。このそのもみ殻とは別に、この中から出てくるのが玄米、こちらが出てきます。でこの玄米を精米機に入れることによって、今度は米ぬかができます。この米ぬかも再利用できるようになります。でそうやってお米というのは食卓に並ぶようになります。この工程までを今年か1年かけてやっていくようにしたいと思ってます。でこれは品種は餅です。この、品種と、餅で今年ね、餅つきもやりたいですね。そういったことでね、美味しいね、おせんべいもちょっと作ってみたいなとかっていうふうには思ってますけど、まあ、どういったのができるかちょっとね、未知数ですけど、まあ、そういったことまで持っていけるようにね、今年1年ちょっとチャレンジはしていきたいと思います。でそんなことをこうやっていくための一番最初の肝心な工程がこの工程になります。育苗に持っていくまで、ね、すぐに育苗に持っていくのではなくて、こういった3工程をしっかりと踏んで、種をしっかりと選別をすることによって、次の、ね、育苗、そして、栽培に持っていけると。で収穫まで持っていくっていうことができるようになるということなんで、まあ、今年はね、それをちょっと僕のね、我流というかね、それでやると、まあ、大体失敗するんで、まずは成功法でやってみたいと思います。おかぼチャレンジ、皆さんおかぼを、今年ね、挑戦されるとか、もうすでに挑戦しているとかね、まあ、そういった方いらっしゃると思いますんで、ぜひね、一緒にこの食糧危機を乗り越えるというかね、食糧備蓄するためにも、自分でできること、自分でやれること、ね、人がやってることですから、まあ、大体のことはね、できると思います。ね、できないと思ったらできないし、やれると思ったら、うまくできるかどうかはわからないけれど、できると思います。それは自分次第なので、今年1年この米作りをね、ちょっと少し頑張りながら野菜作り、ね、そしてこの YouTube、ね、そういったことを進めながらですね、皆さんといい時間を共有できたらというふうに思ってます。ね、まあ、これ今回で終わりではないので、この後の作業はまた別の工程として、YouTube にアップさせていただきますが、随時ね、お米の様子だとか、そういったところ、病気が発生したらどういうふうに対処したらいいのかっていうところもね、僕なりにちょっと調べながら、あとは周りの人に聞きながらですね、いいお米作りをね、おかぼ栽培をね、やっていきたいと思ってます。まあ、そういったことで、話が長くなりましたけど、この辺で、今日は終わりにしていきたいと思います。